っと変態チックなランチャーですよね。いやでもそれは日頃のあなたの行動からですよね。それは私とヒップって何か関係あります？あ、でしょ。はい、気になる。でもいろんな子を触った上のこのランキングですものね。はい、気になります。私も。はい、じゃあまず3位、遠藤さくらさん。遠藤さくらさんは、はい、ゲームキャラクターでいう、はい、激レア星3級の、ね、ちょっとそれが どういう例えかわからない。なんかもう激レアホログラムがついたレアのキャラクターなんです。だからレア度が高いから。そうなんです。正直あの緊張して感触を覚えておりません。でもあの甘酸っぱい思い出はレア度とともに私の心の中にあるんです。あ、私覚えてるけどね。まあでもそういうのに慣れちゃうと、あのありがたみが分かれませんから。ありがたみ。新しい言葉ですね。ヒップに対してね。はい、ということで次第2位、田村真由さん。あ、まゆたんね。分かる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 。真由さんはもうね、うん、まあね、言わずもがな。何のキャですか。まあ分かる、まゆちゃんは。うん、まゆさんはあと比較的先輩の中でも触れよって感じで、わかる、触れよだからね、触れよ、触りやすいですもんね。そうなんです、わかります。なのでこういつでも堪能できちゃう、うん、まゆさんのね、うん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 、まあ、皆さんは一生無理でしょう。あ、言っちゃった。これはメンバーの特権ですから、そうですね、いい、あのご想像だけで楽しんでください。はい、お願いします。はい、ということで第1位、はい、小川やー。あーやなんだ。はい、意外だし、はもう一番触ってますね、多分乃木坂の中で。触ってすごく触ってる順じゃないの、もはやこれ。一番触ってる、ちょっと触ってる。違いますよ、あやはもう、どういう系でいい高評価なんですか、あやは。あやはあのヒップ、ベストヒップというより、うん、はい、もうお肌がもちもち、赤ちゃんみたいな。そうなんです。してるね、あの多分普通の人と水分量が違います。うん、あ、もういい表現。本当に。え、でもその表現だったらさ、あれじゃない？素肌で押し触ってる。そうじゃない。直談判ってことそれ。ちょっとやめてください、これあやにもひょひょひどいし。確かにこういうのすべて切り取られちゃうんですからね。あ、よくないですね。これよくなかったですね。失礼いたしました。違います。まだ直では経験ありません。あ、安心しました。ちゃんと一人しときます。ちょっとごめん、とんでもない。だって肌の水分量。だからもう違いますね。すいません。はい、でも本当にね、うんうん、なんかつやつや、お、つやつや、もちゃもちゃって感じ。もちゃもちゃ。いいランキングですね。これみくちゃんにしか多分つけれないランキングなので、はい、そうですね。大変参考になりました。はい、ありがとうございます。はい。